まして、向井さんです。ナンバー138番久留米の剣坊です。毎日楽しく拝聴させていただいております。前からどうしても気になったことを質問させてください。ジャンボ亭工房の入ってすぐ右棚の最下段にある日本酒、ケンビシの一升瓶はお酒が入っているのですか？それとも工房で使う薬品、オイル等が入っているのでしょうか？可能でしたらご回答お願いします。しょうもない質問で申し訳ありません。気になっちゃったんですよね。あれは何？あれ、あの神棚のお酒。でも神棚はだって水にしてるでしょ。いや、お酒入ってます。あ、酒入れてるんだ。入れてます。あ、そうかそうか、それ用のお酒です。あ、薬品じゃないですよ、はい、ということでね。はい、最後ですと。プロゴルファー、うん、だから結構だからさ、変なもの置いてくれないよ、うん、そうチェックされてるから、こう変なもの。いやいや、俺は別に何も見られてや、なんかあるなもんはないここはね。お前見られてまずいものは何かあるんだろう。いや、知らないけど。チェックしてるなと思って。プロサルファーゴルさん。ちょっと待って、言いづらい言いづらい。プロサルファーゴルさん。言いづらい。質問させてください。びっくりしちゃいますよ、僕。アイアンはエーペックス2019年でシャフトがモーダス3の 105S を使って、はい、いて、アイアンはどのクラブでもドローで7番アイアンで170から180です。ユーティリティと3ウッドと5番ウッドはストレートでまっすぐ飛んでいくのですが、ドライバーだけどうしてもスライスになってしまい、3ウッドで230から50ぐらい飛ぶのですが、ドライバーだとスライスのせいか220から30ぐらいしか飛びません。スイングの問題なのでしょうが、いい練習法などありましたらご教授いただけると幸いです。スライスのせいか。あ、もうやっぱちょっとスライスが強いのかな。オープンフェイスかな。もうあれですよ、これ宮下さん流しかないですよ、それも。あ、もう思いついちゃった。いや、俺流じゃなくていいけど、別に3ウッドで230、250飛ぶんだから、3ウッドにやったらすごい飛びもね、ここでぐらいいってるってことだよね。そう、だからドライバーで、いい練習方法だから3つぐらい教え、やりましょうよ。3つ ?3 つぐらいだって、1個教えてダメだったら。まあ、俺、宮下さん方式言っていいですか。うん、ハイティーで、ここで打つ。まあね、あの、いや、だから、まあ、ハイティーで、ハイドローを打つだよね。うん、スライス、まずスライス強制ってことですよね。うん、だからスライス、この人もだ自分で言ってんだもん。うん、スライスの成果って言ってるぐらいだから、うん、スライスって、こういうんな回転数の強いスライスだったら、それは、やっぱり飛ばないよね。スプーンはロフトがある分、あの、うん、その分、こう、前に行こうとするから。うん、あれなんだ、捕まりやすいしね、ドライバーより。まあ、まずはだからあれだね、球を持ち上げて球を捕まえる、ドローじゃなくてもいいんだよ、捕まえるってことだよね、こすらないでね。うん、それが第一だから、捕まえるためにはっていったらいろんなのがある。ちょっとあのオープンフェイスだったのをシャット気味にしてみようかとか、左からのスライスだったのをまっすぐ目のちょっとドローにしてみようかとか、そういうのはいろいろ方法はあると思うんだけど、まずもうやっぱ自分で言ってるようにスライスの成果だから、スライスをちょっとフェードぐらいに変えたらっていう感じだよね。捕まえるドライバーでもスプーンとかクリークみたいに捕まえる感触でのスイングができたら、スプーンより飛ばないっていう現象はなくなると思います。いいかな、いいかな、そのくらいでね。アコーディア改善、やっと再開ですよ、アコーディア。今日からだね、昨日からとか言ってたけど、やっぱ結局今日になっちゃったね。あれね、やっぱ上のネットをもう取っちゃってるんですよ。え、取っちゃってる？ほら、上開いてるんですよ、ほら。で、2階は、それ垂らしにしてんだ。そう、だから2階は、基本的には1階からになってます。上かぶすやつはね、まあ、でもそんなに広いあれじゃないから、やっぱりでも、うん、もうちょっとしたら直すんだから。抜けてっちゃう人いるよね。ということで質問は以上です。ということで、あとであれをやりたいなと思ってたんで、オープンフェイス、シャッターフェイスの、あのアイアンでのこう実践。なんで俺はちょっとオープンできないけど、お前も基本オープンできるじゃん、簡単に。
だって、ね、オープンみたいなもんだからスイングな俺シャットしかできないからシャットはできるけどシャットとどこまでもシャットやってくださいよ上じゃなくてあの 逆に後ろ向いちゃうぐらいそう言ってんだけどさ今日ちょっと人が多いからさあ人多いですね、うん、まあいいやちょっとタイミング見てね、はい